今新幹線降りてね、名古屋駅に着きました。で今在来線の5番6番線に駅そばがあるってことで来たんですが、おそばじゃなくて、鶏そばですね。名古屋コーチン鶏そばをちょっといただきます。暑いですので気をつけてください。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。こんなに乗っかってみる。よし、いただこう。初めてです、名古屋コーチンの鶏そばをいただきます。まずはつゆをね、いただいて、やっぱりこの辺のはちょっと甘いんだね、つゆが。卵、名古屋コーチン、なんか豚肉みたいですけど、名古屋コーチンの鶏肉ですね。まさしく鳥だね。麺が黒ごろとしてちょっと細麺ですけどね、美味しそうです。見て、割り箸じゃなく割れ箸、このお箸割れ箸でね、おもむろに今度はね、七味をかけます。七味をね、ちょっといただいて、最後になりましたけどね、鶏を、名古屋コーチンです。名大吉麺、住吉さんというところですね。はじめ、つゆが甘いかなと思ったけど、そうでもないですね。ごちそうさまでした。せっかく来たんだから、かき揚げのきしめんに来ました。定番の、はい、いらっしゃいませ。お答えします。きしめんでお願いします。はい、2杯目に挑戦。せっかく名古屋へ来てね、ほとんどのお客様がきしめんで食べてます。私だけ今そばで食べましたちょっと2杯目になりますけど、きしめんでも挑戦したいな、どんなお味なのかね、味わってみたいなと思います。皆さんもね、来た時にはここできしめんを召し上がってください。ここは結構かつお節を乗せるんですか。はい、そういう文化ですね。ありがとうございます。はい、いただきます。うわ、やっぱりこの辺が花がつお踊ってます。今踊ってますすごいです。きしめんです。美味しそう。
手作りのかき揚げです。今ね、スタッフの人が手作りでおもむろに締めをいただきます。うまい、締めもうまい、かき揚げがうまそうだね。うん、あ、あ、熱い。うん、うん、うん。最後ね、七味をちょっとかけてちょっと辛く味を変えます。もう少しね、おしまいなんで、かき揚げを、よく食べますよ、俺もなんかバカみたい、せっかくね、ご当地へ来たので七面も食べてみないとね。食いたしました。ちょっと食べ過ぎたかな。今ね、住吉さんのお蕎麦と七面と、いただきました。ちょっとお腹いっぱい食べちゃいましたけど、せっかく名古屋へ来たんですからね、この目的は名古屋の、名古屋コーチンの鶏そばっていうのを食べたくてね、新幹線ホームにも、この住吉さんの駅そばがあったんですが、そこではきしめんしかやってないってことで、在来線の5番線、それも一番端のとこにある、立ち木そばですね、もう同じ住吉さんでも奥の方に、5番線の奥の方にきしめんしかやってない、立ち木もありました。名古屋コーチンも美味しい、なんていうんですかね、桃のね、チャーシューじゃないですけどね、美味しい鶏そばをいただきました。つゆはね、まあもう本当に定番のつゆでしたけど、あとは2番目にね、きしめんもいただきました。かき揚げは手作りのかき揚げでした。で、この辺独特の、花がつおをね、かけたおそばをいただきました。今回ね、名古屋駅の在来線5番線6番線にある、住吉さんという、立ち木そばに、いただきました。とても美味しかったです。皆さんもね、ぜひ立ち寄ってください。これからまた新幹線に乗って、姫路まで行きます。京都、大阪を、新大阪を抜けて姫路まで行きます。ではまた、さよなら。